何をツイッターでごちゃごちゃやってるんですか、藤さん。それ俺が上げたい動画だ。いや皆さん知ってます、テコンドーの江端選手とね、あの喧嘩してるんですよ、ツイッターで。はい、正直ムカつく何割、エンタメ何割なの。ムカつく10割です。はい、藤さん、なんしてくれるんですか。いや、なんかあれっすね、はい、シール貼ってるんですね、iPhone に。フルボシールね、直貼りしてるんですよ。直貼りですよ。それも俺も思った。大好きだ。いや別に大好きとか大丈夫。いいやんじゃ、別にシールが剥がれんやから。いや、すごいな。いや、そんなことはどうでもいいです。本日はね、70東京の方に来させていただきまして、はい、今日は夕方5時からオフ会をやります。この動画流れてるのも終わってますわ。終わってます。はい、そらそうよ。まあ、どんな会になるかね、ちょっと楽しみですけども、はい、暴れてるやろうな、腹パンネキが。本当に、いや、もうあれ暴れたら大変やろ、マジで。本当に多分何人か残されんじゃん。そうそう、待望ですよね。でもオフ会してほしい、してほしいって言われ続けてさ、まあ、我々もオフ会を開けるような状態になったという、これは素晴らしきことやと思う。そうですよね。で、しかもあれでしょ、応募して1日ぐらいで埋まったでしょ。そうですね。これすごいことしてた、まあ、予定した人数よりも多くなっちゃってみたいな、そんな感じなんで、皆さんこうたくさんね来ていただくということでね、結構あの遠くからは福岡とか石川県とか、福岡から来るの？すごいな。そう、ただ飲み飲み高い飲み会になるな。素晴らしいなとね。やっぱこのゼロからオンラインやってるじゃないですか。そのメンバーの方たちがやっぱ全国から集まってくれてくれる、うん、全国にいるのがありがたいですね。素晴らしいです、ありがとうございます。はい、で何ですか。で、今日の動画ですね、藤さん、まあ、ね、本題入ってなかった。本題入らせていただいていいですか。はい、何をツイッターでごちゃごちゃやってるんですか、藤さん。それ俺が上げたい動画。いやあれそうなんですよ。いいっすね。皆さん知ってます、テコンドーの江端選手とね、あの喧嘩してるんですよ、ツイッターで。はいはい、で、僕全然関係ない、普段普通の状態の仕事の関係の人から、なんか福地さん江端さんと喧嘩してますよね言われて、あれってガチなんですか、どうなんですかって言われたから、はい、まあ、あんまり深く喋ってないよ、はい、そういう話。はい、それを炎上目的でやってるのか、俺が炎上目的で、なんか企画としてやろうとしてわざとこう、はい、戦ってるのか、はい、何なんかな。いや、なんか単純にムカつくなって正直よ、はい、正直ムカつく何割、エンタメ何割なの。ムカつく10割だってさ、何がムカつくって、はい、昔あの江端君が、うん、別に僕らも動画撮影してるから別に知らないの、ま、中じゃないんで、うん、そうですね。江端君が2年前か3年前ぐらいに JFK の出たいなみたいな、はい、試合終わったって、はい、コメントしてて、でその時は僕もちょっと協力します、江端君出るんだったらなんか協力しますよ、黒川さんも僕もね乗っかって、まあ、面白そうだなって、はい、いや話ありましたよね。そうそうそう、はい、で出たいなから、なんか1年ぐらい経ったら俺優勝できるわに、ね、なんか変わっててでかくなってた。そうそうそう、いやもう誇張がすごいの伸びしろが、そうそうそう、1年で伸びきったな、身長ぐらい伸びてるからさ本当に、はい、それが2023年の話だから、なんかちょっとムカつくなと、はいはい、そうなんです、優勝できるわけないと思ってるし、うん、なんでかといったら違う畑の人が空手という競技に来て、それはね、何でもやってたら勝てるかもしれないけど、そう、ね、来てすぐ、うん、テコンドーしかもやりながら、多分空手多分ほとんど練習せずにテコンドーのまま出ると思うんですよ、うん、そんな甘い世界じゃない、うん、まあまあそりゃそうやね。そうでしょ、はい、でそれを思ってて、での今年2024年、はい、ツイッターなんかつぶやいてるんですけど、はい、今回の JFK 見たけど、やっぱり勝てると思うのは僕の間違いですか。ああ、やってたね、お前の間違いで、それで2、3年後に、あ、多分これ分からさなあかんな多分この場バカだな待って、俺がテコンドーの大会今から出ても勝てると思わないし、そりゃそうやね、普通に無理だと思ってるし、うん、そう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 、キックボクシングの試合でも勝てると思ってないし、サッカーとフットサルですら違うぞ。そうでしょ、まあ、全く違う、あれは別物の競技、サッカーとラグビーぐらい違うよ、もっと違うよ、で、なんかね、江端君がつぶやいてたのは、いや、空手って福士さん距離離してぴょん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 こう蹴って、僕と戦い方似てるじゃないですか、で福士さんが優勝できるんだったら僕も優勝できるでしょみたいな感じなんですよそれもめっちゃ軽に下がってこいつ舐めてんなと。だってヤバくないですか。いやいや、まあ、言ってることはヤバい。
でしょ、言ってることやめんけど、いや俺もね、エヴァタ君って昔、まあ、知ってるやんか、はい、でちょっとなんかとぼけたようなこと言うやん、はい、ツイッターとかでも、でまあブレイキングダウンでもちょっとあんな感じになって、はい、なんか変わってる子なんか、それでもやっぱりなんかエンタメとしてなんか盛り上げようって思ってんのか、あの人のほんまの素なのか、どっちなんかがすごいわからんかったんやけど、結構素なんかね、素のアホやね素のアホやね、そういうことアホとかね、そういうの言ってあかんと思うんですけど、でもどう思います？いやでもほんまに、でもアホでしょ、うん、アホっていうか、そうだね、変わってるよね、噛みつくとこ間違えてるでしょ。いやほんで、しかもさ、出る出る言うて出えへんよ。そう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 、結局そこない。で、空手のじゃあそれやったらグミスパーリングしましょうでもいいんやけど、結局どうなってんのあれ。え、でも俺が日程で、本当は今日っすよ、うん、投げたんですよ、4月20日、うん、僕旅費とホテル代も出すんで、はい、来てくださいって。おお、すいません、ちょっとその日は無理です。なんでやねん。あの、じゃあいついつがいいですかって来て、じゃあこの日とこの日、この曜日とこの曜日とこの曜日だったら僕はスケジュール組みますんでお願いします、アンサー待ってるんですよ、はいはい、そのアンサー3週間ぐらい待ってるんです。3週間来ない来ない、うん、じゃあもうこれあれだね、エヴァタ聞けやね、もう動画タイトル、エヴァタ聞けは本当は俺の動画行くんだよ。本当にそれを撮ってもらっていいと思うんですけど、で多分これも見てもね、さらに噛みついてくると思うんだけど、本気で彼は勝てると思ってるんですよ、ほんまに本気で勝てると思ってる。本気で勝てると思ってる。まあ確かにフルコンプラスは優勝したりとかね、うん、してるけど、でもあれとこれは違うやん。あの、うん、フルコンプラスってどちらかといったらテコンドーがすごく有利、伝統派とかさ、そうそう、ポイント制なんで。じゃあ視聴者が気になることを言っていい、はい、またえ、やったとしますと、うん、え、本気でやるの？当たり前じゃん、普段のライトスパーじゃないのって。違う、もう普通の俺練習ぐらいな感じでいくわ。なんか練習だとみんなあれでしょみたいな、ちょっと 手抜くでしょみたいな言われるんだけど、練習で一切手抜かないから。こいつの、マジ、あの本性知らん人多すぎるんよ。ほんとにあの有部大輝がどんだけ膝ついてるかマジでぐらいやろうと思ってる。じゃあまず追求していい、うん、審判誰やん。審判とかもう別にいてもいい、古子さんとか森川さん、うん、いてもいいけど、うん、俺も正直いらんと思ってて、うん、もうあまりにも抱きつくとかさ、うん、もうそれこそ蹴ったらその本で倒れるとかさ、コロコロだったらなる、なる、多分なるやん。だから別になってもいいよ、なってもいい、なってもいいから、うん、もうどっちかもう決着つくまでやるやん。ちゃんと時間区切って、うん、3分、2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 分最初の3分何やねん。なんか空手のっぽいが、でもそれが嫌ってんだったらちゃんと JFK のルール通り3分2分2分、まあそうやな、 JFK で勝てるっていう話で JFK のチャンピオンに喧嘩売ってるわけだから。でもそれやったらちゃんと反則も取るよ。あ、そうだから審判絶対必要だと思う。そう、でもその反則のこと俺ごちゃごちゃ言えへんから、そんなんね、コロコロ渡しようがまあそらあまりにもひどい抱きつきとかやったらお前ええかげんにせや、まあすぐ止めますよ。やったことがないからやっぱりそういう気持ちになるのかな。そう、多分ね、空手やったことある人は分かると思うんやけど、もう頭で考えてる先輩ぐらい痛い、痛いよ、胸パン一発でマジで痛い。いや絶対無理やって、普段食らってない人が。どうか、いや無理だと思ってるでしょ。いや無理だよ、だから食らったことあるし。でまた動画で、エヴァ君の動画で小野寺天太となんか空手やってる動画あって見たのね、まあ弱いのよ。まあ、テッタが強いから、もう僕と2勝2敗で強いコーナーだから、そんな動画あんねや。あって見たら、まあボコボコされてんのよ、空手のルール。ようそれで俺に勝てるなって言ってきたなと。いやいや、そっからやっぱり力つけてきてるよ、空手。衰えてるやん絶対に。ということで、まあ、僕が聞きたかったのは、まあ、視聴者もそうやと思うんですけど、本気なんかと、本気よ、本気で怒って本気でやろうとしてんのかと。なんか結局エンタメやって思んないやん、はい、なんかもうね、わちゃわちゃやってなんかまあ最後良かったですみたいな感じでほんまに綺麗に終わってさ、はい、YouTube の企画としてやってるんやったらちょっともうやりすぎやなと。エンタメやったらもう試合練習する日も決まってるけどね決まってないからね。それでそう、もう一個、練習の試合の日はまだ決まってないわけ。だって連絡来ないよ。そういうことやな。俺で別に DM 見してもいいよ。分かった、DM ちょっとそこ貼るけど、エヴァタ君じゃあもう DM 返そう。でちゃんともう旅費も払うから。まあ今現状ね、そういうことで、まあここまでエヴァタ君 もう言うてもうって動画出したりとかしてしもってるし、もう引かれへんはずなんで。もここで引いたらマジでやばいから、うん、まあまあこの次のねアンサーをちょっと待ちますから。だってエヴァちゃん捨てるもんないしね。まあまあ今日はちょっとあのガチということをね聞くことができたんで。ガチでしょ、もう誰が興味あるのか分からんけどね。天使森川がこすってるだけやそう引き続き
注目してください。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。